メロメロメテレ。皆さんお元気ですか？メーテレアナウンサーの持木さと子です。メーテレ60周年アンバサダーとしてどんどん情報を発信していきます。さて今回は8月5日にここメーテレ本社もふもふパラダイスから配信したインスタライブの様子をまるっとお届けします。花火に音楽、この夏をより満喫できる情報が盛りだくさんです。それではどうぞ。こんにちは。こんにちは。今日もありがとうございます。こんにちは。皆さん、夏バテしていませんか？今日も遊びに来てくださってありがとうございます。今日も暑いですね。ねえ。今お昼休みでしょうか？ちゃんと休憩しつつ、飲み物など飲みつつ見てくださいね。よろしくお願いします。あ、今日も。もういつも、すごく予想以上の方が来てくださるのがとっても嬉しいです。ありがとうございます。関西から見てますですって。私のことなんでご存知なんですか？関西の方？関西で、なんだ？ザキロバとか放送してましたね。もしかしてそういうのを見てくださっていたんでしょうか？関西のどこなんだろう？もしかしたら甲子園のアルプスリポートとか？いろいろ行ったからかな？ありがとうございます。ハワイから見てます？これは嘘ですよね。ハワイからですか？本当？ハワイ？本当だとしたら羨ましいですね。いいな。嘘ですよね。どうなの？三重県津市、関東、東京、岐阜。皆さんありがとうございます。ではですね、そろそろ始めさせていただこうと思います。わー、長野県からもありがとうございます。長野に私大親友が住んでいます。さあ、では始めさせていただきます。皆さんこんにちは。メーテレアナウンサー、そしてメーテレ60周年アンバサダーを務めています、持木さと子と言います。今日もたくさんのご視聴ありがとうございます。さて、シカゴからね、今日皆さん、とっても冗談が弾んでいますね。嘘でしょ？本当ですか？ハワイの方、シカゴの方？本当かな？まあいいや。さあ、ではですね、今日も、メーテレ60周年アンバサダーとして、60周年に関する情報をどんどんお伝えしていこうと思います。さて、まずですね、7月の16日、17日にありました、うつみ海水浴場でのサンドアートパフォーマンスライブ、そしてうつみ砂祭りなど参加してくださった皆さん、どうもありがとうございました。パフォーマンスライブ直接見に来てくださった方、そして YouTube の生配信を見てくださった方、いらっしゃいますか？いかがだったでしょうか？サンドアートに、もう私もなんですけれども、今まで触れたことがなかったっていう方でもですね、こう生で見ると、とっても感動したよっていうご意見とか、あ、サンドアートってこんなにいいもんなんだねとか、自分もやってみたいっていうようなご意見も届いていて、そう、生で見るとね、本当にね、あれはいいものでしたよ。で、まあ、見逃したという方もですね、パフォーマンスライブのアーカイブ、そして、まあ、いつも、更新してます。アンバサダー動画の、サンドアートの特訓編とか本番編とかが、アップされていますので、YouTube でご覧いただくことができます。そちらぜひ、まだまだ余韻に浸ってください。本当にいいイベントでした。そしてですね、うつみといえばなんですが、この夏まだまだメーテレとコラボしてまいります。まず、一つ目。夏といえば、そう、花火。うつみ花火メーテレ60周年記念大会というものが今月開催されます。8月の20日の土曜日。場所はうつみ海水浴場。砂祭りをやっていた会場と同じですね。開会式が
夜の7時から、そして花火が7時半から8時半の予定、およそ1時間ですね、打ち上げられる予定です。この花火大会がですね、3年ぶりなんです。コロナの影響もありまして、ちょっと間が空きました。私、3年前にこの、うつみの花火見に行ったんですけれども、よかったですよ。友達と一緒にね、うつみの砂にござを引いて、花火眺めてました。やっぱりね、日本人って、日本人ってくくりにしていいのかわからないですけれど、夏らしいことってなんか好きですよね。私もなんですが。はい、ぜひ、うつみの花火で夏らしさ満喫してください。ね、これ会場から打ち上げられるスターマインなど楽しめるそうで、まあ、最近ちょっと花火見られてなかったなとか、コロナでいろいろ中止になって寂しかったなっていう方いらっしゃると思うので、ぜひ、うつみに8月20日土曜日夜遊びに来てください。お、今年も行きますか？だってぜひ行きたいですよね、本当にね。花火大好きなんですよね。ドーンっていう音、昔は怖かったんですけれど、大人になるとその情緒を感じるというか、なんか大人になってから好きになるものっていっぱいありますね。花火の音もそのうちの一つかもしれません。うん。いい大会になりますように、皆さんぜひいらしてください。そしてですね、この20日も含む期間なんですけれども、こんな催し物もありますよ。お、今、後輩アナが目の前を通っていった。お疲れ様です。ちょっと言っていいのかわからないから。お疲れ様です。さあさあ、そしてですね、夏、こんなイベントもある。うつみで、これ、プロジェクションマッピング。これ、今月の16日火曜日から20日の土曜日にあるんです。うつみ観光センターに、プロジェクションマッピングが映し出されるんです。プロジェクションマッピングってご存知ですかね？壁とかに、こう、映像が投影されて、いろんな色に光りながら、こう、映像が動いていくみたいな、そういうものなんですけれども、これ結構なんでしょうね、遊園地とか、テーマパークとかでよくあると思うんですけれども、なんと、この夏は、うつみ海水浴場のうつみ観光センターに、映し出されます。その映像もですね、うつみをイメージした映像がここに投影されるそうで、私ももちろんまだ見てないんですけれども、とっても楽しみです。これはですね、名古屋造形大学の学生さんたちが、作ってくださっているプロジェクションマッピングだそうで、若い方の力というのもお借りして、この夏はうつみ盛り上がる予定になっております。これ、16日から20日の夜の予定です。忘れないでくださいね。で、この20日に花火も上がる予定です。うつみ暑いでしょう？今コメントにもありましたが、本当に今年はうつみが暑いですよ。メテレ、うつみにお邪魔してどんどんイベント開催していく予定なんです。はい。モッチーも映される？だってモッチーは映されませんね、多分。モッチーの顔がということでしょうか。モッチーの顔はいらないかな、多分。もっとうつみのですね、情緒あるイメージされた映像が映し出されると思うので、私はいいかな。はい。あ、そうそう、場所はですね、サンドアートの時モッチーがいた場所ですよねって。そうそう、まさにそうです。あのあたりで、そうそう、あのあたりの浜辺にいたら花火が上がるのが見られますし、あのあたりにあるうつみ観光センターってね、わかるかな、この、こういうね、四角い建物ね、行ったらわかります。浜辺にね、すごく目立つ、建物ありますので、ここでプロジェクションマッピングが投影される予定です。ほい。さあ、楽しそうでしょう、夏。ね、夏らしいことをみんなでしましょうよ。いろいろコロナで制限かかってというか、なんかこう自主規制でね、なかなかこう思い切り楽しめないっていうこと多いと思うんですけれどもね。まあプロジェクションマッピングとか花火とか静かに見られるものかと思いますので、ぜひ遊びに来てください。そしてもう一つ大事なお知らせがあります。うつみでこんなイベントがあります。あ、そう、名古屋駅最終列車の、そうそうそう、撮影場所でもありましたね。そう、3年前にね、花火を見に行った時にちょうど生ドラマ撮ってたな。メーテレのドラマ、生で撮ってそれを放送してましたね。
その現場を目撃しました。その場所です。あ、ご存知なんですね。ありがとうございます。雨降ってますか？だってこの日どうなんでしょうね。メーテレ60周年のイベントの時、結構雨降りがち。降りがちなんですが、この期間降らないことを祈りましょう。今は降ってないですよ。今結構日差し届いてます。さあ、そしてもう一つイベントのご紹介。それが、じゃーん。フェスでございます。これも夏っぽいですね。セーブアース&ミュージックフェスティバル。これも、あ、逆、こっち。in 宇都宮海水浴場。これは8月27日土曜日の11時30分スタートです。フェスですよ。フェスですよ、皆さん。これがですね、10時会場で11時半スタートのイベントです。来てくださるアーティストの皆さんご紹介します。まず、かりゆし58の皆さん、そして、小柳ゆきさん、ゴールデンボンバーの皆さん、ティーボランの皆さん、ノーベルブライトの皆さん、ドラマストアの皆さん、そしてもうメーテレではおなじみ、60周年テーマソングや、ドデスカのテーマソングを歌ってくださっている、ソナーポケットのお三方、そしてマルリさん、この豪華メンバーが宇都宮海水浴場に大集合します。楽しみですね。実は私、この、ちょうど2段目に表示させていただいている皆さんにはですね、会ったことあるんです。ボンバーイという番組でご一緒した方もいますし、もちろんソナーポケットさんは60周年関連の、イベントとかでお会いしたことがありますね。マルリさんもね、ちょっとごめんなさい。左右反転してるから、指が行ったり来たりしてる。マルリさんもボンバーイのイベントでお会いしたことがあります。マルリさん、とっても可愛くて私ファンになっちゃって、歌ももちろんお上手なんですけれども、一回しか共演したことないんですけれども、例えばこう、メーテレに来てくださった時に、今メーテレにいますよってご連絡くださったりとか、私からも、新聞にね、載ってたりされたことがあるので、そういう時に、マルリさん新聞で見ましたって言ったりとか、そう、一回しか共演してないのに、それからちょっと連絡を取らせていただいたりしている、とっても優しい方です。そう、こんなね、豪華メンバーが、宇都宮に集まりますので、ぜひ、お越しください。小型犬のやつ歌ってください。だって私の歌はですね、もうこのメンバーと並んで歌えるような実力が、ありませんので、ちょっとご遠慮させていただくことになると思います。さあ、でですね、このイベント、MC の一員として、はい、私、参ります。そして、メーテレアナウンサーの上坂隆アナウンサーも MC の一員を務めます。メーテレアナウンサーに、ぜひ会いに来てください。普段ですね、こういう、画面越しとかテレビ越しでしかご挨拶できないことも多いんですが、ぜひこの場でたくさん直接やり取りさせてくださいね。上坂アナはですね、アップの出演者ですね。午後3時40分からメーテレで放送しているアップですね。アップの出演者。今日は金曜日ですので MC を担当する予定の日ですね。で、今日たまたまですね、アップでは私が行ったロケの様子、京都に行ったロケの様子も放送される予定ですので、今日の午後3時40分からは、上坂アナが MC のアップ、ぜひご覧ください。そして、このフェスもお待ちしていますね。楽しみですね。チケットの詳細など、このセーブアース&ミュージックフェスティバルで検索してみてください。はい。ここまで。宇都宮×メーテレの夏、いろいろとご紹介していきました。クイズ張り切ってますよね。だって、これ上坂さんの話ですね。そうそうそう、周作さんがお休みの間ですね、謎々3択かな？上坂アナが担当しているんですよね。そう、クイズ張り切ってます。面白いですよね。謎々、今日も考えてみてくださいね。アップ録画してくださっている。そっか、お仕事かな？ぜひリアルタイムで見られる方はリアルタイムでアップ見てみてください。
お、上坂アナも同じ大学。そうそうそう。私と上坂さんは、同じ、青学出身ですね。同じ大学の、先輩にあたるので、とても優しくよくしていただいています。さあ、いろいろ夏はイベント盛りだくさんですよ。皆さん、予定開けておいてくださいね。さあ、マンゴーのアップの回見てくださったってありがとうございます。あれ、落ちないマンゴーに、オチをつけてくださいましたね、土屋社長がね。とっても優しくって、マンゴーの回、見てください、わかるかな、じゃあ、ちょんってね、最後、完熟したマンゴーって落ちる、ポトンって勝手に落ちるんだけど、それを生で見ようっていうね、ロケだったんですよ。生で私が何時間も粘って見ようっていう回だったんですけれども、全然落ちなくって、最後、そこの、土屋社長っていうね、もう本当に大好きなおじいちゃんが、ちょんって触って落としてくださるっていうね、本当に大落ちをつけてくださってもう爆笑でした。大好き。本当にね、あそこの長良川の雫っていうマンゴーですね。あとドラゴンフルーツ。もうね、本当にジューシーで、もう食べたことがないぐらい美味しかった。ぜひ検索して食べてみてください。アップ見てくださってありがとうございます。さあ、じゃあちょっと雑談タイムというか質問タイムにしようかな。質問、これ、間違えました。全然違うところをしました。何か、そうだそうだ、前回のインスタライブで前髪を切ったんですねっていうコメントをいただいて、その話を後ほどしますって言ったまますっしっかりとんと忘れていたんですけれども、そう、前髪ね、結構パッツンにこれ切ったんですよ。どうでもいいと思うんですけれどね。1回目のインスタライブで、前髪長いねって言われて、その理由をお話しした時に、私、トゥワイスに憧れていて、前髪を伸ばしているっていうお話をさせていただいたんですけれども、切りました。諦めました。トゥワイスになれなかった。ちょっと数ヶ月前髪伸ばして頑張っていたんですけれども、やめました。やめましょう。もう、無理はやめましょうって自分の中で思って、むしろパッツンにしました。しかもこれ、自分で切りました。どうですか？自分で切るなってね、デルサタ時代に良い子の浜口まさるさんに散々ね、笑われて指摘されてきてたんですけれども、また自分で切っちゃいました。はい。そんなこんなで TWICE への道は一旦、立たれました。どうも応援してくださった皆さん、ありがとうございました。はい。さあ、じゃあですね、前髪の話が終わったところで、ほんとどうでもいいですよね。すみません。どうでもいい話も、インスタライブではしちゃうっていうね、ちょっとお付き合いいただいて本当にありがとうございます。デコ出ししたらだって、デコね、出すとですね、私、ちょっと今ちょっと出してみていいですか？デコ出しするとですね、これ、見事な、藤二体。これがですね、どうなんでしょう。私はあんまり、どうなんでしょう。同世代の方には受けないのかなって思ってまして、結構古風だねとか、言われがちなんですよね。ちょっとそれを気にしてまして、デコ出しは、あんまり、画面で見せたことがありません。今久しぶりに見せました。すごくないですか、この見事な。富士山。ね。はい。そう。ということで、しばらくは前髪パッツンの、持ち気で行かせていただこうと思います。はい。ありがとうございます。富士美体綺麗でありがとうございます。そう、好きでいてくださる方はとってもね、好きなんですよね。富士美体が好きっていう方もいらっしゃるんですよね。そうそう、人によるかな。ありがとうございます。さあ、ではですね、これもお伝えしたいことなんですが、そう、前回のインスタライブで新番組始まりますよって盛大にお伝えさせていただいた、この深夜の、これ、もちきアナのメロメロという番組、
もう始まりましたよ、皆さん。リアルタイムで見てくださっていますでしょうか。毎週月曜日から木曜日の深夜0時15分から放送している。ね、月曜日から木曜日ですよ。私これ本当にありがたいお話ですね。こんなに週の月火水木4日間もお会いできるなんて本当に嬉しく思っています。時間帯もね、ありまして、お休み前の癒しタイムっていうことをちょっとイメージしながら、これね、月から木の毎日お伝えしています。見てくださったという方、いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？信じてますよ。録画もいいけど、起きてる時もあるでしょう、きっと。0時台。起きている時は、リアルタイムで見てくださると嬉しいなぁ。アンタウォッチマンとか、アメトークとかの後に放送。そのままね、6チャンネルつけておいてくださったら、私とウルフィーがひょっこり出てきますので、見てください。そう、ウルフィー楽しそうに出てますね。だって、ウルフィーね、楽しいと思いますよ。一緒にソファーに座って、視聴者の皆さんからの投稿を、ウルフィーと一緒に見て、いろいろコメントしていくっていう番組。結構ね、ゆったり、ゆるゆる番組です。そんな気合を入れてじっと見なければという感じではなくて、一緒に視聴者の皆さんからの投稿を楽しませてもらおうっていう番組をやっています。ちなみにですね、今日この後も収録あるんですよ。もちきアナのメロメロの収録、この後、ウルフィーと一緒に頑張る予定です。ですね、これに関しては、結構ね、なんて言うんでしょう。短いですし、台本とか全部書いてもらってるんじゃないのみたいなコメントをですね、もらったことがありまして、全然悪気はないと思うんですけれども、そういうコメントをね、見たんですけれども、この番組に関しては私、情報だけね、いただいて、全部自分でお伝えしたいことを、ピックアップして書いてるんです。だから本当に私の、感想とか思いとかがそのまま表現されている番組といいますか、はい、とっても自分が主体となって作り上げている、お伝えしている番組になっています。情報がね、もらってですね、なんて言うんでしょう、VTR も先に見て、この瞬間にこういうこと言いたいなとか、この絵代わりでこういうの情報入れたいなっていうのをね、全部考えて、で、その絵代わりのタイミングとかを何回も何回も見て、練習して、で、本番はまあ、なんて言うんでしょう。本当にその時の素直な気持ちも込めて、情報は正確にお伝えしている。そんな感じでですね、本当に、うん。気持ちを込めている番組。せっかくね、こうやって番組名に自分の名前も入れていただいたので、やっぱり自分の気持ちはいっぱい込めたいなと思って頑張っている番組ですので、ぜひ、そういうね、そうなんだって思って、まあまあこれからも、ゆるい気持ちで楽しく見ていただければと思います。はい。ありがとうございます。モッチープロデュース、モッチープロデュースというほどではないんですけれども、やっぱり、そのね、番組を作って映像を編集してくださっている方っていうのはもちろんいるんです。で、情報をちゃんと調べてくださっている方ももちろんいるんです。ただ、それを、ただ、なんて言うんでしょうね。読むだけの番組じゃないっていうことをお伝えしたかったです。はい。自分の言葉、思いがたっぷり詰まっています。大事な番組です。改めて、毎週月曜日から木曜日の深夜0時15分から放送しています。今日はだから放送はないですね。代わりに今日はこのインスタライブを楽しんでいただければと思っております。ね、300人も見てくれてますねというコメント、本当ですね。350人近くの方がお昼に来てくださっています。ありがとうございます。さあ、じゃあですね、もうちょっと今時間があるので、何でもいいです。うつみのことでも、もちきアナにメロメロの番組のことでも何でもいいし、それ以外のどうでも情報のことでもいいので、何か質問があればお答えしていこうと思います。はぁ、毎週インスタライブやってほしいですって。毎週はちょっと無理かも、勤務の都合上無理かもしれないんですけれど、まあ、定期的にできたらいいですね。なんて言うんでしょうね、私今
どうですか？もう卒業して、まあ、アップ今ロケでちょこちょこ出してもらってますけれども、そんなにね、なんて言うんだろう。まあ、もちきアナのメロメロっていう番組もちろんあるんですけれども、やっぱりそういろいろね、ザキロバとかもですけれど、卒業した後でもですね、こうやってインスタライブを見に来てくださっている方がいるっていうのが、すごく、感動していて、あ、忘れられてないんだなというか、覚えてくださっている方いるんだなっていうのを、このインスタライブで毎回、感じさせていただいています。本当にありがたく思っています。いつもありがとうございます。ですので、まあ、さらに忘れられないように、定期的にできたらいいですね。はい。またやるときにはお知らせしますね。でね、夜にやってほしいっていうコメントが本当によく見るんですけれども、これも勤務のね、都合上っていうことにもなるんですが、夜の皆さんが見やすい時間帯にもこれからやっていけたらいいなと思っています。はい。ぜひその時も遊びに来てください。さあ、何か、あ、コメント本当にたくさん来てくる。ピアス可愛いですね。だってこれね、ピアスじゃなくてイヤリングなんです。これ私、穴を開けるのが怖いので、イヤリングなんですけれども、これはですね、私、三重県出身でして、三重県のね、志摩市とかって真珠で有名じゃないですか。これ真珠の、イヤリングなんです。ただね、全然そんな高いものじゃなくって、これもやっぱり、出身者だから知ってるのかもしれないけれど、あの辺りに行くとですね、本当に安く買える。でも真珠だよっていうね、アクセサリーとかが売ってるので、そこで安く手に入れたりしました。お気に入りです。やっぱりね、三重県出身なので、地元のものは、なんか身につけたいなとか思うんですよね。見えますかね？これ。志摩市の真珠のアクセサリーです。そう、地元のものは大好き。なるべく身につけたり、ご飯でね、食べたりしていたいですね。さあ、あ。もっちーの三重弁聞きたい。三重弁ですね、普段、本当に三重弁ばっかりなんですよ。ですけれど、こういう風に、ね、画面を前にしてたくさんの方が見てくださってるっていうことを考えると、なかなか出会んよね。あ、出ちゃいましたね。今の三重弁。やん、なんとかしやんっていうのが三重弁で多いですね。なんとかしないをしやん。で、さらに、なんだ。しやんやん。しやんやん。出やんやん。やんやんが結構三重弁の特徴としてはよく挙げられますね。はい。三重弁好きです。だってありがとうございます。三重弁ってなんかこうゆったりして聞こえるから私も好きですね。実際ゆったりした人が多い気もしますしね、三重県の方って。うん。プラムは元気だって。おかげさまで元気にしております。ありがとうございます。プラムっていうのは私が実家で飼っている愛犬のチワワですね。プラムはですね、もうね、熱いんだね。あれは本当にずーっと寝てます。おじいちゃん犬っていうのもあるんですけれど、ワンちゃんの熱中症もね、本当に十分注意しなきゃいけませんね。よく見ててあげないとと思います。うん。私たちもね、熱中症本当に毎日気をつけないといけませんね。本当にもう災害級の暑さ、もう、お水とあと、塩分もですね、やっぱ大事みたいですね。しっかりとっていきましょう。あ、じゃあですね。もう一個ぐらいだけ、じゃあ答えようかなぁ。何がいいかな。なんかいっぱい質問もらってて、どれに答えたらいいかわかんないなぁ。あ、今日、明日、明後日、明後日。そうです。違う。違いますよ。今日、明後日、明後日、ん？今日、明後日、し明後日、明後日じゃなくて、今日、明後日、明後日、し明後日。これ、三重弁なんですね。普通というか、なんだ？東京弁？東京弁じゃない。標準語は、今日、明後日、し明後日だと思うんですけれども、三重弁は間にですね、今日、明後日、さあさって、し明後日というね、さあさってが入るんですよ。だから、三重県の人と待ち合わせをするときは注意してください。しあさってって言うと、標準語だと、
明日朝、3日後か。3日後だと思うんですけれど、三重県の人は4日後だと思っている可能性がある。これね、実際私1回伝わらなかったことあるんです。気をつけてください。三重県の人は刺さって、言いがちです。なんでしょうね、なんでなんでしょうね。でも、そう、待ち合わせするときは3日後とか言ってあげてください。それなら間違いはないと思います。知らなかった？そう、知らないですよね。今日、あさって、うん。待って、もう自分でもわかんなくなってきた。今日、あさって、ささって、しあさってが三重弁です。はい。ではですね、もう12時半になってしまいました。いつもあっという間に時間が過ぎてしまいますね。今日は、メーテレ×うつみ、夏のイベントについてたくさんご紹介しました。改めて、花火大会やプロジェクションマッピング、そして、セーブアース&ミュージックフェスティバルというイベント、これ全部、メーテレの60周年ホームページや、そのイベント名で検索していただければネットで出てきますので、ご興味持っていただけた方は調べて、ぜひ遊びに来てください。そして、その60周年サイトですね、いつもご紹介していますが、メーテレ60周年で検索すれば出てきます。さらに、メーテレの60周年アンバサダー務めていますが、アンバサダー動画、これもどんどん更新されています。新しいもので言いますと、うつみ砂祭りのサンドアートパフォーマンスライブのまあ、本番とか特訓の動画、そして砂祭りのちょっと前にインスタライブやってそう、現地から。そのインスタライブのアーカイブなんかも残っていますので、ぜひ YouTube で、検索してみてください。出てくるはずです。さあ、あっという間でしたね。次はいつできるんでしょうか。またお会いできる日を楽しみにしています。ではですね、最後に、これからのメーテレのキャッチコピーである、メロメロをみんなでやって終わりにしたいと思います。これ覚えてほしいんですよね。覚えてくださってるかな？まず手をこうクロスして、この手を上に持っていく。これがメロメロポーズです。ではですね、最後に皆さん、もし周りの目が気にならないという方がいらっしゃったら一緒にやってお別れとさせてください。それではまた次のインスタライブ、アンバサダー動画でお会いしましょう。今日はどうもありがとうございました。午後もお仕事、勉強、頑張ってください。それでは行きますよ。メロメロ。ありがとうございました。失礼しまーす。お疲れ様です。暑さに気をつけて。いかがでしたか？インスタライブも早4回目ということで、少しずつ皆さんのコメントも終えるようになってきました。動体視力向上してきております。さて、今回のインスタライブでご紹介したイベントなどについては、メーテレ60周年サイトやそのイベントの公式サイトで詳しく確認してみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。メロメロ。